今月も赤字か。あいつらには期待できないし、新たな収入源が必要ね。仕掛けるか。何してんの？すみません。ね、待て待て待て。何これ？オープニング入るタイミングかなって。いや知らんし、勝手に流すな。じゃあスバル先輩がオープニング作ってくれるんですか？どういう理屈？大事なスポンサーが。実はホロックス財政難なんです。なんなん？ん？財政難です？財政難なんだ。なんでもいいわ。なんでかけてくるとは。やれますね。思ったより変なやつかも。先輩ご存知ですか？本場の難はもっと小さいんですよ。カレー屋さんも大変ですよね。釜を大きくしないといけない。さっきから何の話してんだ。え、何だけに？うるせえ。それはマジでうるせえ。スバルちゃんどうしたの？あ、先輩怒ってる。いや違うんすよ。こいつが。お二人は資産運用してますか？またなんか始めたぞ。誰でもできる。でも今がラストチャンスのメソッドがあるんです。なになに？バランってご存知ですか？お弁当に入ってるやつ。そうです。物知りですね、アキ先輩。昨今、日本のコンビニ弁当の評価が世界的に高まっていて、とある産油国では食べることがステータスになってるんです。すごい。なんかある？さらに、食べた証としてバラを身につける文化がありまして。ちょっと可愛いかも。いいセンスですね。一方、足の速い弁当は現地ではかなりの高級品。悲しいね。でも、バランだけならギリギリ手に入る。そう。だから今、身につけるだけのバラン、言うなれば闇バランが投機対象として激アツなんです。でも激アツなんです。でもお高いんでしょ？100枚セットで100万円です。そんなに？ご安心ください。ホロライブのよしみでバランのバラ売りも可能です。いいの？先輩だけですよ。10枚買っちゃおうかな。10万円になります。先輩が受け取るのはバランだけじゃありません。え？約束された成功です。私頑張る。騙されてる。先生が言ってる。浸水しとる。先生じゃない。スバル先輩もどうですか？こいつらやっぱ悪の組織だ。秘密警察だ。てへI'm gonna do my little dance.
down. And you know what's going down. Physically, physically, physically round.